どうも、僕です。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。今日はちょっと優しい気持ちで皆さんとお話できたらなと思っております。こんにちは、どうもー。<laughs> ああ、なんかこういう突発的にやっておもろいゲームやると気持ちええよな。楽しかったわ。こういうな、いいゲームやったよな、本当に。 やっぱゲームのおかげやなゲーム実況が面白いのはほんとになんかこうマジでハサミの時もそうやったんやけどさなんか最近いいの引くねほんとにあなんかなんか最初怖かったんやってちょっと題材的にもさこのなんか人によってはちょっとあれなんかなとかも思ったけどさなんかそういう人にも見てほしいなってほんとに思ったしうんうんうん あってたげいや結構怖いよ。ああいういじめ問題とかは難しいからな。ただすげえ楽しかったわ。重めのストーリーが合うね。いや、手に負えあんのとかもあるで。<笑>ここ笑いにしてええんかなみたいなんてやっぱあるやん。ただ、笑いにしましたね。<laughs> 上機嫌だねまあね。あエンディングどっちも良かったんよ。そう。どっちも、 よかったけどやっぱりでもハッピーエンド最後に見てよかったなって思ううんうんいやーそういうゲームもっとやりてえなーいいよねうん,なん映画一本見た気分になったよな犬の真似してよワンワン楽しかったんだ犬の真似なんて点でどうだろうここ最近もええゲームあったけどマジでちょっと ダントツとは言わんけども本当に面白かったわうん70くらい <laughs> 難しいな判断が70って高いんか低いんか人妻4000点7000点だったからその辺やったよな <laughs> あ全然人妻より全然上は申し訳ないけど人妻は人妻で面白かったけどなんか心に刺さるなってすげえ思ったからそれがいいわやっぱ訴えかけるゲームって面白いよな心に。 うんうんうん本当に?「ティアキン」くらい面白かったありがとうう,ーんうんうんうんプンレクに来た V ってどうなったのあっそういえばなんか連絡来てた配信に取り上げてくださりありがとうございます」みたいな <laughs>「はあえれえなこういうことできるやつがえれんだろうな」っていやいやこちらこそあのあなんか話のネタにしてますありがとうございます <laughs> 社交性も必要よこれからの時代な <laughs> うんうん挨拶しなきゃねってはあ、<laughs> 知らないスプラ甲子園自体についてのリーフさんを僕は知らんけどもなんかお気持ち表明っていうのやめなさいいろいろあんの事辞退するには理由が本人のない,いろいろ <laughs> なんでかは知らんけどよ はぁ、あ。繁盛のクラスメイトか。またか。おめえらその話題好きやな。もう多くは語らねえって本人が言ってんだからいいんじゃねえかよ。お気持ちラッシュ今日はそれから始まってな。<laughs> こんな機嫌良くなるなんて思わんだな面白かったでなやっぱいいことあると機嫌いいな <laughs> もう語ったんや。<laughs> 結局語ったワンチャン語るって言ってたでな。 <laughs> じゃあしょうがねえ <laughs> まあ何があったか俺はあんまわかんねえからよアーカイブ見た方がいいツイートまでしたわうーんよかったねそうだなうんうん甲子園出ろよってだって申し込みがよ言い訳すると「優しい気持ちになれる曲だよ」でそういう曲も聴きたいね「<laughs> 機嫌がいいスプラって最近ないよね」ああスプラトゥーンか うんうん、理由くそくだらんから見てほしいえー、そあんまり突っ込まがよくね <laughs> うんくそくだらないようでなんなん簡潔に言うてみうん物申してくれようで感想言ってるだけな物申すなんて大それたことするわけねえじゃんうんうんうん V だったら喜んで見るくせにうん お前らだって俺やったらへあの喜んで叩くやろ練習のサボりが多すぎたんだよであいまいちそこの甲子園に気合が入ってなかったんかうんうんって <laughs> 優しい気持ちどこいったあふれろ愛うん今は自分のことだけに集中しようよで集中したよ楽しかった道徳なんてないなーでまあそうだね そういう気持ちを忘れていませんかああ、お前らの愛の,愛の裏返しやったんか愛のむちやったんか強すぎ。それ。もっと優しく叩いて。おしっこ漏らせば考えるんだけどな。忘れてた。歌枠してんよで、ギター弾くのもちょっとな。俺、歌下手やね。変顔しろ、うんぎ。 めっちゃい出たじゃん。で、無知で叩かれて。そりゃ愛ぐけど。今日も雑談湧くそうだよ。優しい気持ちでな。ワイプって、ワイプワイプるっセンんだよ、ガキがでも、つけてあげます。はっ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 は。DV な、お得意の。変顔して。ジョージョージョー。 うん,うん久しぶりって久しぶりいらんよいらんよなワイプとかくだんねえことすめんじゃねえ俺に逃げんなよってつけてないですやん普段髪伸びたねえってまん、あ、ねえこんにちはなんで服着てんのって今日何かんか あの、冷房つけないにはさ暑すぎるし冷房つけたら服着ていい感じで気温なよな <laughs> 家で暴れて親を泣かすニートの図を見せてくれよーで俺そんなことしないもん今日クソ暑かった器治ったなんかそんな気がするでも腹減ってんな喉飴でも食べてごまかそう真ん中のマーク何分かんない何だろうこれドーナツのマーク うん。軽々しく映って言うなよ。わかる。わかるけど。わかる。わかるけど。まあ、確実に僕なったことはありますけどね。まあ、それに比べたら確かにな。うん。鬱つじゃねえだろう。で、一回だから一人で暮らした時に、その地元の方でな。三日三晩布団の上から動かずに、 マジでこうやってあのずっと寝てるだけやったみたいな飯も食わずにそれで死ぬと思ってお母さんに電話かけたことあるわあれはマジできつかったなもう毎日抜け毛の数もやばくってさあれきつかったわその世話してもらう前の話やいじめられたのでどうしたらいいかわからんってなってなんで食わないのとなんか飯食うのが嫌になる時があんねんだからなんだよで、まあ、軽々しく言ってたらごめんね 過保護ってダメなんだなって化モンが生まれるからなうん確かにいいな自分の環境って普通っていうふうに思っちゃうからな人間ってそこで甘んじてると周りとの差異があるっていうなみんなおのおのそういう問題があると思ううんうんええー、ルロケンが始まったよーってルロケン俺あんま詳しくないけどそれは巴派とかカウル派か わかんねえな。2人女の子いんのか1人しかわかんねえ <laughs> これ歌ってくれて。二重の極み。またアニメ化されたんルローニケンシンが今すげえな。俺が小学生の頃からやってたぞ。そう、薫殿しかわかんねえ。二重の極み。ああ、おっさんばっかんやん、お前ら。<laughs> 作画がな。ってルローニケンシンがジャンプっていう漫画で、あの、 一番って言われてた時はジャンプが終わるって言われてた時なんやんな確かうんでも言うてる浪人謙信人気やけどなそんな時代があったんだでジャンプがやばいみたいななんかジポで捕まったよな作者吉岡里帆の元彼が映画出てるよ佐藤健ってそうやったっけいいな 俺も吉岡里帆と付き合いてえな。吉岡里帆って最近何してんの元気うんうん。ジャンプの黄金期っていつくらいなのいつだろうね。あんまりジャンプ追ってねえからわかんねえけど。CM でよく見るよって CM 出てたら安泰だ。問題起こさなけりゃ。この前、目覚ましテレビにいたよっへえ。ちゃんと出てんだな。 お前ボンボン読んでたろうって俺ボンボン読んでね1995年くらいが全,全員ヒットの漫画だったえそれ何年前 ?28 年前古くねコロコロ肌だねみんな生まれてねえようんうん 『ドラゴンボールな』なちょっとだけ読んだけどまあやっぱ面白いなそう流浪に謙信じゃなくてまさか児童に関心だったタとか言われてな <laughs> うまいこと言うやつがおんねんもうそれでさもしたら俺児童ポルノとかないけどさその児童ポルノでそうやって捕まってあの児童に関心とか流浪に謙信じゃなくて児童に関心って言われたらちょっと自分でも笑うと思う <laughs> めっちゃ嫌やけど <laughs> うんうん ジャンプ黄金期の目次だよーどれどれまあ美味しいってやつかしょこれかあ違うこれじゃない間違えたこれ何でも人のせいにする真理とあのほ残しちゃったまだ開いてたんか俺。 ジャンプ黄金期の目次を見ると名作ばっかりだよってどれどれ?「ドラゴンボール」「ろくでなしブルース」聞いたことある「スラムダンク」「大の大冒険」読めない「タルルートくん」「新友記」とか知らねえなあでも有名どころいっぱいあるわえこれが黄金期やったね「ドラゴンボール」の時「スラムダンク」って あれやんな、めっちゃ人気いいやけど、ドラゴンボールあって、スラムダンクあってってなってんやはすごいな。タルルートくんとかみんなアニメ化してるやん、大の大冒険。悠々白書は、でれ、悠々白書ある、この中に。こっちメもちゃんとあるわ。え、悠々白書ある何番目 ?4 番目 幽遊白書もあんの、本体は幽遊白書あるわ。<laughs> <laughs> なんか、全然、本体はここ、こ、この文字、この文字。目霞んでるからよ。お前ら、目いいな。シティーハンターとかもあるやん。ゲットワイアン対一人でわう。これも人気あったよな。これは確かに黄金期やわ。シティーハンターが一番下に書かれてるやん。 えー、そんな時代があったのよ。配信の黄金期はいつなんもう過ぎた。解けない愛のパズルを解いのもう終わったよなコロナ終わって。あジョジョがトップに書いてあんのか。えー、落ち目だよ。で、配信落ち目だね、本当に。みんなどうすんのお前が作るんだろう 分歴の前世紀は2017年から18年だったそんなことなくねさすがにそんなことはなくないそりゃねえよな配信の Apex って確かに前世紀って Apex やってただけじゃん本当にな今はみんないや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 っていやいや気になって <laughs> 前世紀からのいやいや気もう前世紀帰ってくることないんかなうんうん いつの間にかおえちゃん見るようになったよで、あそういう人はほとんどよ最初は何やこいつ気に入らんわって思ってるけども <laughs> 何やかんやあれ俺気づいたらおえちゃんばっか見てねってそうなってんのよそうそう知れば知るほどそういう風になってくってそういうタイプなんは自覚してるそのタイプだったわだろ分かってんだよ体は正直あれこいつ面白いじゃんってそうそう実はそうやね えー、最後に流れ着いたのがここ、本当にもう最後やんな、それで。それで最後 <laughs> <laughs> めんどくさいわって。髪も伸びたよ。うん。うんうん。えー、昔は声をやばすぎて受け付けなかったわって。でも今見てんじゃん、こんな深夜によ。 うーん、まあ、まあみんないろんな理由があっていろんな経由で来るんだね不思議なお話だ今も受け付けないけどね最近の俺は受け付けにくかったやろごめんな <laughs> <laughs> 俺も自分でくそって受け付けられねえって正直思ってたごめんな <laughs> うんいや分かってる分かってる本当にごめんな人間やからさ俺もうん え初めて見た時お前誰かの悪口言ってたぞってまあそうだねもうそういうつもりじゃなかったんやけどさもうそのまんまさ別に本当に一人とは言わんけどもずっとその個人でやっててさずっと言いたい放題言ってるとさ気づけんのなそういうのがーとか周りに言うのにって今まで通りなのになんで急に始めてんねやってそんだけよその視聴者が見ているってことを自覚しやなあかんにんやろうけどめんどくさいからもうそのまんまのスタイルで行きます 今までそれでいいと思われてて僕はあのなんか後からいろいろ言われるようになってきたけど後からのこのこやってきたやつらが今まで通りでそれのねいいんじゃないかなそれがみんな好きやったんやし見始めてすぐ炎上したからそういう人だと思ってるってそうそうだからまあ要は外部の視聴者に怒られてるねいろいろうん そんんなななことばっかり言っか言てたんやな昔のニコ生気質すぎんな俺だって本当に自分老害なんやろうなって思ったもん最近のこの感じを見とると昔の生配信ってそんなんばっかやったでしたやんってでもその時代の配信が好きだったからななんかそういう別にまあ悪口言ってるっていう風になってしまってたら申し訳ないけどコメディーのつもりやってんやけどね「ニコ生帰ってきてよ」ってどうなるやろなニコ生帰ったら。 10年前から老害だよね昔の方がおもろいよ昔の方が <laughs> そんな何も言われやんのに気にせず言うてたりなうんみんな受け入れてくれるよそうだね昔は糖質もいなかったしなってそうやなまあ糖質とは言わんけどよのびのびやってたな本当にな最近は自分に帰ってくるからそれはみんなおとなしくなりますわ うーん、生ぬるい <laughs> 母数が変わりすぎた、本当にな。それはマジでそう。マジで母数は変わった。上限幅がありすぎやもんな。そう、全然ずっと700人ぐらいが常にっていう感じのスタイルからマジで変わった、一気に。ブーメランゲーやっていくで、まあ、ブーメランゲーは割と。 ゲーなんかどうかは分からんけどまあニコ生っぽくていいんじゃねえか配信の認知度上がったよなでそうそうでお前らの世間の常識を押し付けられてんねん今テレビと同じやねんうんおえちゃんも皮かぶるんかなでリアルではかぶってんのにな昔なら昔はなうんうんもっとはっちゃけたらいいよ ニコ生時代何やってたの昔は DS 直写しで、えー、ポケモン対戦やったり、えー、その後はポケットモンスターバトルレボリューションやって、マリオ RTA 始めて、で、たまに単発ゲームの実況、本当にたまにな、稀にやり始めて、っていう感じ。とつちとマリオ RTA ばっかやったよ。うんうん。 父のでかい男はアスペが多いって、父のでかい女が V 好きなやつはアスペが多いって言ってたよ。父でかい女が好きなのはアスペが多いなんで、それ。自分が貧乳なんしとしてそういうこと言うんじゃねえよ、おめえ。人の悪口言えばええと思ったャちゃうぞ、VTuber。な。反省しろ。なあ、なんか言葉もよくわからんし。また人の悪口 な日本語になってなかったよな俺も何言われてんのか分かんねんどっちがアスペなんや VTuber 多すぎ問題ってどれどれえー、1234まあ上トップ4人は YouTube では今 VTuber やなえー、67896789も VTuber <laughs> 見せろーでこんな見てもええことありませんよねええばっかだ。いつもの。はあ支配されてんもん。それは VTuber に屈しやなあかんてて、毎回言うとる。絶対屈する気ねえのに。VTuber に屈する気ゼロやのに、毎回言うてる。 うんうん、あんほんとや乳首のやつやんこいつおえちゃんもアイコン実写にしようぜって実写お前もやっとること V やんコメント欄が全然 V じゃねえよ <laughs> VTuber になる理由って何って要はそういうとこですよほぼほぼうんうんって <laughs> <laughs> お前ら VTuber に詳しいなそんなコメ欄なんか いや <laughs> WW <laughs> そのコメントが臭いわ <laughs> うんうん草 <laughs> な<い>んよ <laughs> なあインターネットでも陰キャを続けやがって <laughs> 方向性が違うだけで似ているよ <laughs> まあ同じ人間やろうなとは思ってるよ <laughs> おちゃん言論統制したからねって いやお前らの言論でも何でもないからそれ「<laughs> 草」ってコメント本当に嫌いなんだけど老害かなーって「草」に関しては俺は嫌いじゃないけどななんよ「キモいよ」でもなんか可愛いやるじゃん <laughs> 俺は嫌い「草は昔からやろ」って <laughs> 草って最近の文化やんな 草なんてコメント昔見たことねえよ。草って急にやってきた。なんか草より W にしよう。なんかフィルター欲しいな。配信で。なんかフィルターかけられるようにみたいなさ。このコメントがあったらこれにフィルターがかけられるっていう。それいいな。 いいかも芝刈りみたいなのあったよねってあったあった草はや W はありすぎて芝刈り木持ってきてみたいな流れな <laughs> くっさいくっさい <laughs> 別に嫌いじゃないけど誰か芝刈り木持ってきてわらわらみたいな W がめっちゃ生えてるとそういう感じのつまんねえでお前らやってること歴史は繰り返されてるわずっと一生 そんなんあったんやでそういうノリを寒いって思うんやったらあの最近のコメント欄のノリも全部寒いってなっちまうからなそういうのを楽しんでけ世代によって <laughs> 今日めっちゃお前ら「えぐいてーみたいなこと言ってたよな何なのそれ最近流行ってんの「えぐいてーって <laughs> こ,こっちごめんなこれ俺が老害であの本当に若者に近づけやんおっさんになってるで言うけど「えぐいてーって何が面白いんかがわからんねやけどなんなんあれ <laughs> あれ、えぐいーみたいな。あ,あれ、あれなんだな。なんか流行ってんの最近。あ、ボドカが元ネタなんや。えぐいーっていう。ああ、その方言をみんな真似してんのか。なるほどな。コメントで書かれても。関西じゃ普通らしいよって俺は聞いたことねえな。あんまえぐいって言わんしな。 四日市タイムズのやつだよ。えエグいなんて言ってたっけ <laughs> そうやったっけ知り合いは言うよ。<laughs> エグいーってリアルで <laughs> リアルでは言わんほうがええぞ、お前ら。<laughs> 言うんや。まあみんなそういうノリが楽しいんか。 にゃじんえぐいは普通にあ関西弁ってことがただの。えぐって俺言うたことないかも。昔は笑いが笑だったのでそうそれも俺なんかわってさそのわにもすがるの笑やけど笑いが正直そんなわけやか分かりにくいことすんなよって思っちゃうけどな。それが草に変換されたんだ。それちょっとセンスないよな。正直あのわは俺あんまセンスないと思う。 わ笑いって打たないと多分わらが一発変換できなかったからそうなったんやろうけど当時のスラング見ようよって恥ずかしくなってくんぞ「笑いは使うね」二十23年上半期トレンドどれどれ 化現象 Z 世代最新の流行り言葉蛙化現象10円パン何10円パンって片親パンのこと ?Z 総研2023年上半期トレンドランキングを発表した Z 世代メンバー950人から回答を得ている1位蛙化現象1位10円パン1位橋本環奈 これジャンル別かちいかわ、コムドット、よあそび。へえ。コムドットって人気なんや。なんか明日があるやつなんやろえー、ちょう、たん、チャンネル登録者400万人だとか言うてる。ないよって。え、ねえのかわちいて何 えー、2023年前半の鍵はポジとネガのバランスポジティブとネガティブかまず流行したフレーズは「それな」「草」「知らんけど」といった社に構えたフレーズが姿を消し「<laughs> それな」って俺がさ大学生の頃とかもあったけどあんま好きじゃなかったわ「それな」みたいな「<laughs> 何それ」ってもうちゃっ「<laughs> それな」<laughs> なんかあのノリは俺はちょっとついてきやんだな陽キャすぎるんかな <laughs> 俺、言う側やと思う、それなって。あんま言わんわ。草は言うけど。知らんけどは、まあ、たまに使うけど、でも正直そんな好きな言葉ではない。えー、河内、宇宙、宇宙、中などの幼児っぽいフレーズが多くランクイン。幼 <laughs> 児、対抗してるやん。そうした一方、カエル化現象が 54.0%1 位となった。ポジティブとネガティブが入り混じった言葉だ。 カエルカ現象とは片思いだった相手からやっと振り向いてもらい恋を持たれた途端に逆に気持ち悪くなってしまう現象ぶん殴り停止殺してな毎回思うわカエル化現象河内美しい美しい豊永タクトチ中キニキネキお前今日何したんだよスシローを救いたいスシ <laughs> ペロじゃなくてこっちが出てきたんやトレンドにえぐいえぐいってこれか 知らねえよ5.9%とかちょえ、5.9%しか流行ってねえやねえかよで、これでエグいとかがお前ら流行ってんのかへえ。ちょえって何か分からん食べ物飲み物はスターバックス地球グミ。地球グミってなんだがなくなり、ほぼ総入れ替え。 10円パン62.1.2%が圧倒的な注目を集めたあー10円の形したパンのことか 2D ケーキスヌーピーフラペチーノメロンフラペチーノサンリオチョコへえこれが流行りなんかメロンフラペチーノ飲んだことあるぞ美味しいよ10円パンって本当に10円なんだうーん 前回、前々回1位の TikTok がランク外になったってよ。もうなんかみんな当たり前すぎてランク外になってる説もありそうやけどな、えー。トレンドランキングは、ちいかわ、おしのこ、おぱんちうさぎね。ブラッシュアップライフ、純欲メイク知らねえお前ら全部知ってる知らないわ。 ドラマどっちがブラッシュアップライフバカリズムのドラマだよ。へーバカリズムのでも、ドラマ、俺、面白いイメージあるわ。Z 世代が選ぶトレンドランキング、夜遊びまず夜遊び僕、何だっ,たっけアイドル歌ってるグループなんやろユーリわかんない。サウシードッグわかんない。ミスターズグリーンアップルわかんない。あ、バウンディは知ってる。マカロニ鉛筆知らねえ。 オフィシャル男尺、オフィシャル髭男ディズム。いや、知ってるよ、名前は。ただ、読み間違えた。ヤングスキに知らねえ。バックナンバー知ってるよ何だっけ夏の魔物に連れ去られ、僕のものへ。そんなやつや。新しい学校のディーダーズ。知らねえ。 マジでわかんない若者の流行りがミクシーかバックナンバーって昔からいるからすごいよな K‐POP 入ってないじゃん当たり前やあんなん作られた流行りやもんえー、トレンドランキングこ YouTube チャンネルコムドット知ら知ってるけどまああんま知らねえ平成フラミンゴはマジで知らんムクエナック知らんバンバンザイ知らんスカイピース知ってる南チャンネル知らん 中町日知らん。東海オンエア知ってる。ヒカキン TV!9 位な、今。中町あやチャンネル知らん。みんな知ってるこの辺はもう、だってジャンルが違えもんな。ゲーム実況ランキングは。ちなみに、ここに入ってない YouTuber 全員無名です。Z 世代が選ぶトレンドランキング。まあ、Z 世代が選んでるってことはそういうことなのな。 ねえ、なんか、俺らからしたらさ、ちょ、ごめんな、勝手な、YouTube チャンネルランキングだよって言われたら、ぶっちゃけ1位に木工が来るんやけど、<laughs> え、違うの何こいつら、コムドットとか何言うてんの <laughs> ?YouTuber って言えば木工しかいないよな。他におんのって思うよね、俺ら視点からしたら。分かってね、こいつらセンスがねえわ、マジで。 あ、まあ、レトルトとか言われたら、あーみたいに思うけど。清もレトルトも入ってねえんやろ。やっぱゲーム実況ってあれなんだな。狭い世界なんやな。みんな実写しか見ねえのよ。なにこれ。t i k t o k さく南、桜、えなの、徳川家康。コムドットヤマト。ケイヒナ、コムドットユータ。無名。 おさっきみというな,なんか女っぽい名前が多いな必ずいるようなこういう無名とかそういう名前で活動するやつそれ伸びた時どうすんのって思うけどそういう社に構えた名前嫌いだわええー、流行ったコスメについては新型コロナのマスクフィットオーラクッション TikTok マジで一個も上がらんだ グラスティング・メルティングバーン・バンこんなんかるわけねえやん。へえ10代から26歳の女性を対象に行ったって女性ないんや。中学生128名高校生447名22歳18歳からの高校を卒業している22歳から296名23歳から26歳79名。へえ23から26で TikTok とか見てるのは珍しいんだね。 まあ珍しいってことでもねあるけど割合で見ればな,な男に聞かないからなこういうのなアンケートとかはそりゃ向こう入らないわ、まあ、言うて90何パーかは男性らしいでなチャンネルってかゲーム実況割とそうならないかキオレととか半々って言うもんなやっぱ異常なんやこの世界うんなおいちゃんもいつか入ってよってそうしようぜ 女ってほんとバカだよなな見る目がねえなあいつら散々押してた平野翔とかがさなんかあのタッキーの事務所に移籍したら平野翔マジでダサいとか言いたくてんやろお前らが愛してた男やろってほんとにおめえら見る目ねえわ手のひら返しやがってジャニーズじゃなくなった途端に見にくいなーってまあどういう理由なんか俺も詳しく分かってないけどなんかダサいらしいなんでダサいんや うんうん「ジャニーズがダメってこと?で」ってんでやろうな。「ジャニーズじゃないのに価値はない」みたいな。でもお前らだってそうでしょ「おいちゃん好きだわ面白い」とか言ってるけどじゃあ配信者じゃなくなりますって言ったら配信者じゃなくなった途端にあいつマジかよくそがってなるやろうねやっぱ配信者である俺が好きなわけやろな。 まあそれはそうよ、まあ別にそれ自体はおかしいとは思わんけどな。でもジャニーズっていうのは活動は続けてるわけやから別やん。例えばやで、オープンレックのおえちゃんが好きだったーって言うんやったら、いやいや,いや、僕これからはキックで配信しますもうついていきないです、このサイトでって言って。そこで行くんやったら、まあいろいろオープンレックもあったしなーって、そういうふうに考えてほしいけどねそしたら別についていくよな、普通に考えりゃ。そこやな。<laughs> まあそれでオープンレック愛が強い人は叩いちゃうっていう風になるんやろうな。まあでも安心してください。僕はオープンレックは愛してますよ。今のところ。<laughs> うん。まあキックに行くかどうかはわからんけど。なんかアマゾンセールさあったらしいやん。アマプラセールみたいな。なんか過去一ゴミらしいな。まとめサイトで見たわ。なんか微妙みたいな。安くなってるもんが。明日までだぞ。いやわからん。聞いた話では。 何が安くなななっってななんか、M、あった最近ずっとゴミじゃねそんなことないぞでも人によりけりか買わなきゃそもそもタダだよってあそういえば買わなきゃって言えば今日ユーロトラックのさ追加コンテンツダウンロードコンテンツ俺購入したんやって70%オフやったわ <laughs> 70%オフで買ってなかったらちなみにあの1万いくらしてた いやそのモッドを入れようと思ったけどサインインで詰まっちゃってできなかったんよサインインっていうかアカウントの作り方っていうかログインができあんくってよなんでこれスチームと連携してんのにログインできあんねやんって分からんくってよサマーセールに引っかかったんやじゃあ本当にいいタイミングで買ったな日本のやつはもう入れてあるログインっていうかサインインさえできれば日本のやつになる日本走れんのよ走りてえなと思ってさ今日結構ずっとシックハックしてたんやけど マイク買い替えないでこれ音質いいから気に入ってんのよ日本のどこだよえっとな三重県はなかった何県かなんか何県から何県まではあったけどこんな雑談してる日もあるなやれよ今日は優しい気持ちになりましょうややっと外配信ができるねお前そんなニコニコの修学旅行であのドラクエでやるんじゃないんやから みんなで修学旅行行くぞーってパソコンの前になったってさドラクエのオンラインゲームするの修学旅行でうん N 高等学校ね Google ハウスで行った気になるんだよ今ならそうかもねふんふんふん実体験や通ってはないけど 親が悲しむだろうってそんなこともないんじゃない言うて N 高校に行く人らっていろいろあったし背景があるからさまあそこでそうやってちょっとでも変わってくれるならっていう気持ちがあるからさそれを別に言わなくてもいいんじゃないやっぱりそいつの基準ってもんがあるやんなんでもそうそうそうそれはお前の主観でお前の基準の物差しで測ったらそうかもしれんけどやっぱり家族とかそういう人の物差しから測ってよかったっていうふうになるのよ うんうん、今日優しい気持ちになってんなマジで <laughs> いやでもなこれは普段から思うようん道徳が生まれてるかいじめダメ絶対今日だけだろうってクソ <laughs> イライラさせたいってお前悪やななんでそんなイライラさせたいねん人をもっと穏やかな気持ち持てよ うん、給油でもしてきたのって言いやしてないよ <laughs> 今日ならスプラもできるんじゃないうんやめときますここでおしっこしろよ <laughs> 紙神脚本 <laughs> しびれたわーぜひ見てほしいわ <laughs> 気持ちいいよなうん道徳ビデオ なんか道徳を学ばなあかんな。うんうん。一瞬ラグったよ。有料ゲームより面白かったまであるでしょうで本当に金払っていいレベル。道徳配信しようぜーってでもさ金払っていいレベルってもちろん思うけどさ無料で公開してるやつがいいんだったら無料で探すわってなんなよな。これもうゲーム制作者もさジレンマやろな。 まあまずそこで名前が売れてでもし次回あの有料にするって言っても俺多分そこのこの作品の人は買うと思うわそういうことなんやんなめっちゃ反応するやん君たちそれ俺そんなにその単語久々に言った本当にうんうん サーカスのライオンが道徳どういうことなんかそういうジレンマがあんのおいちゃん配信ページを開くときに重くならないかもしかしたら番人数が重いせいかも絶対関係ないと思うそれなんか関係あるよなんか関係あんのかそれマジだようーん それじゃあみんな重くなっちまうようでなんか制限あるしそもそもバンの <laughs> 松本がそうなってるバンのしすぎで重くなってるってそれ視聴者に踊らされてねえか <laughs> 誰かが適当に言った言葉がこうやって蔓延してっていう <laughs> いや絶対うせやろ <laughs> それソースどこやそれこそ <laughs> 嵐多いからだろうそのゴミが流れてくるんやろ <laughs> 僕はいまだにわ <laughs> <laughs> やつがやつがやつがねやつがバンするときに「おいちゃんとこ行け!」って言いながらバンしてたっていうのを忘れてない <laughs> うんうん普通にあの道徳を学んでほしい <laughs>、うん、一生忘れんなってうん南みみたいになるとこやったわ あれはひどい、ね、まあでもいやまあ気持ちはわかるよでも実際にそれで踊らされるやつが女が問題や,や別に面白いとは思うけどあの迷惑なんでやめてください単純にいや結構一時多かったよそういうのそんなゴミ押し付けられても困るて。 実際いんのがすごいよなな。おえちゃんはどこに流すんだよで VTuber のとこ行け <laughs> って言いながら <laughs> やっぱ特定を指しちゃうといけんからなバンする時は VTuber のとこ行け <laughs> !V 豚になって帰ってくるよって荒らされる <laughs>。 もう無理があるもんこんだけ配信見てるさ YouTube ランキングでさ VTuber ランキング VTuber ばっかりなのにさそれでやで、ね、VTuber じゃない人が俺の配信荒らしてるは無理がある <laughs> V 豚じゃないやつが俺の配信荒らしてるはさすがに苦しいって絶対 V ブタやもんさすがにああもいつでも戻ってこいよ俺は温かく受け入れるからめっちゃワイプ映ってますやん <laughs> v ばっかだねでまあ人気だからね <laughs> お前 V の話しかしねえよなだって VTuber 大好きやもん <laughs> うんうんまだ変顔してたのかよで今日さそのおしっこの話してる時正直トイレ行きたくってさちょっと <laughs> その当てやけどなんか3章の途中あたりからやべちょっとトイレ行きたいと思ったけどでも最後までもう全然もうおしっこのことは忘れてやりきろうって。 思ってましたねどの VTuber が一番好きなんだよでお気にかくし,してます <laughs> しょんべんの時に毎日変顔しようでパブロフの犬になっちまうよ <laughs> あのシーンで漏らせば完璧だったのにさすがになかなかには漏らせねえよ <laughs> うん 二次三次 EN 海外支部のやつが、もう海外とか何の参考にもならん。スパチャで暴言吐くアンチとずっと優しくしてくれるやつの9割は同一人物。配信者側は確認できるから自演は分かってるって暴露してたなて。それほんとな。暴言吐いて優しくするやつは表裏一体な。それ怖くね。それあれやん。なんか。 あの好きな女の子をこうやっていじめていじめて実はあの裏で自分がいじめてんねえんけど優しくして落とそうとしてるみたいな怖いね DV やな単純なマジで決めーおえちゃんの視聴者もそんな感じだぞってえ嘘お前らはずっと俺のことに優しくして俺のことに夢中で俺のことだけが好きなんだよねそうだよね うんうん、どっちなんだへえ<ー>お前はかむやけどさ俺はそれは認めてる真正面から真面目に叩いてるよって受け止める準備をしとこううんうんバランスを見てカモメント変えてんのないじめんの楽しいよって道徳を学べ 選ぶのやめて最近異常やったでさ聞いちゃってごめんね優しい気持ちを持ちましょう雑談はもういいよゲームしようよでもう今日はよも,もう何をおいても俺は道徳ビデオを見てほしいんやこんな面白いのなんか久々久々ってわけでもねえけどなんか心穏やかにできたわあ面白いって思いながらやってたもんもう見ちゃった 雑談嫌嫌ががるる人ってなんんでですかかわねえな話すの楽しいけどなだって俺こうでもしやな本当に喋らんねやでモンスト始めようぜえっ、ー、リセマラ何したらええのうんうんつまんねえもんちなみに雑談を好む人が多いほどあの年齢層が上がってくらしいよあ <laughs> <laughs> 俺もわけえれ汗やった雑談かゲーム実況がいいって思ってたけどだんだん年重ねるたんびに実は雑談配信みたいになってくるんだよじじいはラジオ好きだからなってまあそれもあるんかもしれんけど世代的にはちょっと違うけどな雑談多すぎんでしょうでようこんな毎日するよな外出ないやつの話聞いてどうすんだよって共感してくれお前ら外出てねえやろ 寝落ちに向いてるあなるほどこの時間帯は特に雑談がいいんだなるほどね作業民が多いんや雑談なんか3日に1回でいいでしょうって多分この配信頻度じゃ難しいよえー、でも喋りてえ当に人とつながりてえよ <laughs> いや物理的にじゃなくてないやまあ物理的にもやけど いやー雑談 BGM ないのがいいよね。で、俺な、自分がね、結局そうなの。自分が嫌いなことできないタイプやるさ。その人の配信見るんでもさ、なんか雑談で BGM ついてない方が好きだし。まあ、それはやっぱり自分の思考に合わしちゃうよな。うんうん。 お前のキモい自己保身とめめしい言い訳とヘリクツばっかの雑談の何がおもろいのお前が聞きに来てくれてるやん。なんでお前が聞きに来てくれるか教えたろか俺のこと認めてるからありがとうね。うんうん。そういうことなよな。扱いが上手になったねって任しとけ <laughs> この前ならキレてた。 確かに <laughs> 本当に穏やかになっちゃって <laughs> うんうんうん昨日ならガチ聞きしてたぞ本当になおかしになってたよなスルーしてただろ <laughs> 目に入ってチって思いながらスルーしてたかもな <laughs> 本当におえちゃんでももともと何かそういう人間やった気がしてきた最近やたら攻撃されるから攻撃的になってさハリネズミみたいになっててごめんね うん,うんうん女すぎるてどうもマンコさんですおえちゃんの本当の姿がわからないようおえのたかゆきアローラの姿確かにななんかいつもウキウキで気分よく配信してたよな最近ごめんなさい本当にイライラしてました確かに最近マジイライラしてた ほんまやな今めっちゃウキウキしてるわここ数日マジでイライラしてたな本当にこの自分のせいやけどもまあとあるゲームが問題やったんやろうなそうやって言われててまあごめんなさいもうそれは受け入れるんやけどねはいすいませんでしたうーん そのコメントに聞いてたんですごめんなさい。いやゲームのせいじゃないよ。うん。あとは金髪やるだけだよってなるほどね。もう解決したからいいごめんね。 よくそんなんで長年配信やってこれたな。うん。あの、はっきり言うけど、こんなゴミな配信にゴミみたいなコメントみたいになる配信珍しかったからね。今までそんなんなかったからね。そりゃ、見てた世界が違うからね。まあ、それもある。今まで平和だったからね。お前がそうしたのはしてねー。間違いなくしてねー。2年前ぐらいからおかしくなり始めたんは受け入れてたけどー。 うんうん、2019年とかめっちゃ平和だよね海洋戦大長炎になったのも僕2020年やっ二2021年からですからね視聴者って少ない方がいいのでまあ楽しくしたいだけだからそのまあなんかまああ <laughs> お <laughs> り散らかせばいいと思ってるだけのやつやったらもう正直あのどんだけ数字減ってもいいとは思ってる。 まあそれはまあねそれ面白くねえよもっと面白い荒らし方にしてくれよじゃあ減らそうですプラトゥンでもやるかうんうん ほうほうおえちゃん全方位に喧嘩売るからだよで全喧嘩売ってないけどななんか被害妄想激しいなみんなと飲み物がなくなったらどうしようオレンジジュース飲むかよい,しょよいしょよいしょよいしょだってもう俺糖質になってもうここでスプラしてほしいよスプラやれやれって言ってるやつらさこの前コメントであったスプラ進めるやつはアンチだよってコメントでこいつらアンチなんじゃないかって思い始めてる <laughs> <laughs> あそれは違う正解どっちなんだヒカキンもあんま売れてない頃は過激な発言してたけど今では過激な発言しなくなったからそういうことだよなってまあそう人に見つかるとね大多数向けになるとそういうことしてるとあのみんな叩き始めるってなんのよ正義マンみたいな気持ちで別に間違ってることじゃねえけど インンターネットのアングラ感が好きやでね難しいな塩梅がいたくさんの人には見てもらいたいけど「おえちゃんは逆だよね」ってそうでもねえと思うよずっとこんな感じだったと思うけどうんうんうん全然違うでしょ 人と関わりすぎる、まあ人と関わんな、マジでね。別にそんなこういう、まあこういうふやさんと厳しいってなるんやろうけど、別にそこまで広げるつもりはねえわ。別に慣れ合いしとは言わんけどよ。おっさんの独り言が人気なんだよ。はい。 ティックトックの人が最近月曜から夜更かしに出て少し有名になったら過去の問題騒動が上げられてたよ。こいつ最近目立っとんな。嫌いやから過去の発言で絶対悪い出現しとるから探したれ。みたいなさ。どこもそうなるんやな。カウンターカルチャーっていうのみんなそれやるんやね。なんかさ、そんなさ、 になるんやったらぶっっちゃけさ有名にななたたりり売れたりする必要ねえよな,なんか今までの過去の自分で今まで一切問題になってなくて受け入れられてたのにさ急にさ世にさ照らされたことによってそうやって問題になるんやったら俺はやっぱそう思っちまうわ田舎のネズミだからな迷惑系 TikToker だったんだよってなるほどなそれはどんだけでも出てくるわ自分の話してるそれはよく考えるよ 999の実況してた時みたいにさなんかちょっとこうもう本当に純粋にいて見てる視聴者もゲームを楽しんでって自分もゲームを純粋に楽しんでっていうで自分が楽しんでんのを見てもらってっていうあの基本なうんあれゲームも本当におもろかったんな でもコメント少ないからやめるんだよね。なんやろなこれもうあんまり言いたくないけどさだって言うて僕多分見てる人間それこそやっぱり700人多かった700人の時期とか多かったけどさその時にあのやってたあれな最近「取り付く」「ゴーストトリック」なとかもやりきってたけどもあれほにいいゲームでやってよかったなって思ったしな。 途中でアクティブユーザー少なすぎてこれ次回できるか分からへんみたいになったけどでもあれゲームが面白かったでな本当にちゃんと見て分かってるよちゃんと見てくれてる人がいて応援してくれてるってのはもちろん分かってますただねあのなんか目立ってんねんさいそんなそんなやつおらんだよ今までだから伸び伸びとできていただけどさ確かにそういうの言うとやりづれえなみたいな 一生懸命絵本読んでんねやけど泣きじゃくってる子供がいたら絵本読みにくいじゃん無視しろよでまあそうなんやけどな今となってはってそうだからなんかそのこう,考えこういう考え好きじゃねえけどさその見てる人の規模が増えるとさなんか水準が上がってきて自分の中のハードルが上がっちゃうんよなそうそれもなうーん 下げろようでなでも下げたところで結局質は変わんなさそうやでなうん自分らしくそうだね今日は本当に自分らしくできてよかったなって思うわいやちゃうねんどうせつモニターチラチラとかは一切してないねん隠してんのにわざわざ言いにくるやつがいるのがああうざいなーっていうので取りつかれてた そうなんよなそれは逆やわ正直てかチラチラして,してねえだろさすがに捏造やろいくらなんでもずっと視聴者のせいにしてないかってそんだけ視聴者のためにやってるって気持ちがちゃんとあったってことよもっとプラスに捉えようぜ 触れたら消すじゃんってわざわざ隠してることをわざわざ触れにくるのは消すよ普通に多かろうが少なかろうがそれはそういうルールでしょじゃあ俺のためにあはいうんうんそれはね冷静にチラチラってなんだよ本当になてかやっぱワイプつけずに実況すんのがいいかもね 今日つけなかったもんな最初から最後まで本当にうんうん <laughs> だって要はそうやんお前打足を見てみろよどうせ3000人から300人になって自分の好きなゲームやってんだぞってそう自分の好きなことやるとそうなんのよ俺も長いから経験活動が自分の好きなことばっかりやってるとそうなるって分かってんねんだからスプラトゥーンとかも泣きながらワンやめたしやりたかったけど そうなまあそうなんやけどなコメントの質がちゃんと変わるんやったらそれでもええけど多分なんか変わんなさそうまあ配信ブームみたいなのがあるからよでもあいつ嫁いるよってそれ配信に関係ねえじゃんダソー君もな面白いのにな,なんかそういうレッテルとか貼られ始めると そうなるからなダソークってお前らほんとにやっぱちゃんと年上でしっかりした人やぞまあやる気ないとか言われるけどちゃんとやるときやるし俺は結構いいと思うんやけどなまあ口数少ないのは問題やけどなうんかっこいいよね普通にかっこいいよ そう,そういう雰囲気が好きって人が集まるから結局配信上で自分を無理して作り上げたりするときついという最近なんかツイッターで見たわ Vtuber とかで何十時間も配信できる人はいない12時間がやっぱり23時間の配信で終わる人が多いそれを何十時間も続けれるってことはよっぽど素の自分を見せても問題がない人だから長時間配信できる人はあの本当に何ちゅうの,あの寝がいい人みたいなツイートあ俺ねええ人やったなと思うんだもん なるって、ね、あっそれ梅ちゃんの言葉やっけ確かになって毎日長時間できるのは素の自分をさらけ出さないと無理だからってなるんてよ僕はだいぶさらしてると思うけどね本当に裏表がないんだろうってまあちょっと嘘ついたことあったで本当に申し訳ないとは思ってるけども俺は裏表はマジでない方よ うん、性格は良くないよーでえなんでお前梅原を否定すんの梅ちゃんを否定すんなよ梅ちゃんが言ったんやぞ <laughs> うんまあ例外もあると <laughs> 例外もいますってそう <laughs> お前ら例外っていうの好きやな <laughs> うん例外って言えば何とでもなるからな <laughs> うん まあ例外って何でもあるからな。老害だろおめえは。うんうん。お前マジで梅原ディスナーに嫌われてる。知らんやろ俺のこと。梅原ディスナー俺のこと知らんやろ。 お前それ好きやなどこどこのリスナーに嫌われてるみたいなそういうの流すとさあのお前ら工作員やでさ大好きやでそういうふうに言うことによてあこの人は嫌われてるから嫌わなきゃいけないんだっていうそういう集団心理を逆手に取るなマジで知らねえだろ普通に誰孫はで孫さんの視聴者も俺のことは知らんやろうな お前らだって格ゲー界隈に詳しくねえやろそんなもんよ。だって、それ、俺のせいちゃうやん <laughs> 河川の配信では、おえちゃんの AA が連投さ,連投されてて、ちゃんと嫌われてたよ。<laughs> それ連投するやつがおって、そういうめんどくせえみたいなさ、お前の視聴者が荒らしてたぞとかいうやつりるけど、そんな視聴者はうちのとこにはいませんって言うてんのに。<laughs> ハゲゲー AA も見た、見た、見た、この前。 知らないとこで嫌われてるやんだがそういう風にされてんのよだってそんな俺のこと知らないやつが嫌ってるってはっきり言って異常やぜただの集団心理よああそういう活動がちゃんとまあ効果あるからなまあ持ち上げられたら強いってことよそんだけ嫌われちまったら終わっちまうのよだって <laughs> あんま言いたくねえけど ちょっと人の話じゃんって言うかもしれんけどマジでいろんな人の心理分かったもんコウス介って喋ったら面白いしいいやつやんでまあいろいろさ問題はあったけどって思うけどなんで最近分かったもんそりゃ急に酒飲んで殺害を告し始めたのもん <laughs> コメントであれてそうやってコメントと向き合ってたからなんやろうなって <laughs> 正直思ったあの2日の間に <laughs> 俺お前の気持ち分かったよって思いながら <laughs> <laughs> そうなっちゃうんやろうね <laughs> うん歴史的和解だねっだって俺もその情報だけ聞いた時に何康介ってすげえ怖い感情ある人なんやと思ってたけど <laughs> お前らがそうさせたんやろっていう <laughs> まあそれもでもそうなっちゃダメなんやろうけどね <laughs> うん難しいな。 そんな悪い人ではないようんうんそんな風評に流されるやつが悪いんだよみんな流されんのよニコ生のコメントあおりからの配信者がやるっていう流れだったし昔からだなってなコメントに煽られて坊主にするのも <laughs> まんまそのノリだもんな うんうんポテンシャルはマジであると思うよ康介10年くらい見てる大ファインやんお前が支えてやってくれ頼むわコメントのせいってまあそれのせいにすんのはよくねえけどさ外部とかそういうところから流れるとやっぱりね <laughs> 辛いもんもあるよ今まで自分の見てきた世界と変わってしまうみたいなさうんうん 物好きもいるね。おいちゃん10年前何してたの ?2013 年。26歳。えー、っと、ニコ生してましたね、普通に。何してたっけな ?2013 年、まあ、マリオ RTA と。 なんか山本あずさがオープニングに出てくる Wii の「桃鉄」と「マリオカート」とかその辺かななんかその辺やってたと思うわいいねーってでも結構なあんまストーリー系はほんまにあんましなかったのよ基本ずーっとできるゲームしかやんなかったなストーリー系実況は正直ほぼやったことないかまいたちの夜と え失踪したあルイージマンションと失踪したトットカハムタ郎3スリーラブラブ大冒険で中以外は俺多分ストーリーゲーはあんまやったことないああとあれや時キかも怖くてやめたルイージマンションはテレサ50人全部集めたうん ゼルダ怖くてやめるのほんとすごいねでもんにほんとに怖くてもう汗止まらんくってさもう今でも映像出てくるもんなんか手につかまれて戻されるディンクがさうわーって言ってディンクがこうやって手につかまって戻されるもうあいつを見るだけで汗が止まらんくって25のこれやそれ覚えてるわ11年前時岡でもうそれが無理で「ごめん俺もうプレイできやん」って言ってやめたん。 って思ってたけど、そこだけめっちゃ頑張ってクリア、あ、違う。そこだけめっちゃ頑張ってクリアして、なんか、その、偽ガノンドロフみたいなのを倒して、そこで終わんねん。ありがとうございました。もうちょっと怖いんで、このゲームやめますって言って、そこでやめた。<laughs> ごめんなさい。もうこの後はできないです。そう、ファントムガノン倒してやめたいんもうマジできつかった。覚えてるもん。もう、なんもできやもうあかんっていう。 何も変わってねえでまぁ恐怖心はやっぱり克服できねえよだからそう俺の怖いって気持ち理解してもらえるのもきついよな <laughs> 今ならクリアも俺もそう思ってたわブレワイできたんやでってティアキンやって時岡とかやってみたらどろうやろって <laughs> ムジラはさすがに怖いって聞いてるからと思ったけど無理やわティアキンであんなにぶるってたら おいちゃん青鬼やったことある俺人の実況も見れやんね怖くてあれ有名な話な俺人のやつも見れやんねんホラゲーはいや絶対やんないでもそれもエーペックスとか始めてからちょっと恐怖心薄られたと思ったんやけどな なんで怖がりなのってお前なんでお前黄色い猿なのって言われても困んだろう、うんいやいらないそれやったら数字伸びるとかそんなんどうでもいい怖い思いはしたくないうん朝まで雑談してよってそんなにはしないよ うんうん、まあいろんな怖い要因があるね。明日昼から配信してでまあ今日でもなあ早起きやったで意外と多分割と寝るかもすぐ。ってことは早起きできるな。 ががりがホラーやるから面白いえんだよってなんか一つのゲームでさ本当に怖くて進まないって言ってパート何,何十何百みたいな感じでニコニコで上げてる人昔流行ってたよなそ,のそいつが初めて女に受けてるなって思ったわ誰やったっけあれホラーできないですって言ってマジでゲームが一つの怖いシーンのためにもうめっちゃ警戒してて全然進まんやつあれ誰の実況だったかな うんうん、しょあ,あと NG ワードわざわざすり抜けるように打つやつ全般してるからねモデレーターにも言ってるからやめてねえ何のために設定してんねん怖いって「チンポとかもダメ」って俺が設定してるもんじゃねえ それううざいようでな配信をちゃんと見ろ設定するから打ちたくない,い絶対おかしいおかしいおかしいそもそもじゃあなんで設定したんですかっていう話に、ね、その元原初に変えるとおかしいからそれ元で辿ったら違うやんうん、うん、NG ワードっておいちゃんに見えてるの見えないよだから何て言われてるかわかんない だから分からん状態で打ちなさい。そこまでして伝えたいか卵が先か鶏が先かだね。え、今日俺の声ちっちゃいえ、え、え、あああえ、別にちっちゃかねえだろ。あああなんでそんな嘘つくのお前、ファンするわって。<laughs> 別にちっちゃくねえまあ、俺ちょっとね、もともとマイクの問題なんか若干ちっちゃい時あるからな。 うん。Mm mm. <clears throat> し今日何人バンしたの今日あんまバンしてないと思う今日お前らおとなしいやん俺の機嫌がいいだけかてかねあのバンされたって言ってる人がいるんやけども俺じゃなくてモデレーターにバンされてる人普通にいるんであの言ってくださいそれはなんか俺のせいにするのやめて お前に消されるならいいよいやそれもおかしいやろまた人のせいだよでいやそれはもうしゃあねえやろいかにもブラックリストに入れられそうなやつやな <laughs> こいつの名前 <laughs> わざとやろ今日は4時間前で俺何してた 7人入れてんな結構入れてんな割と入れてんな俺が入れたんかこれ何があってんの分からんバーンするのって楽しいええマジで胃を切り詰めるもう身を切る思い出してるようんうん うんうん。NG ワード書いてる人普通に、あの、消すよいいダメどうするごめんって。落として。<laughs> 何のために設定おめえらさ、あの、無法地帯すぎる。さすがに。そういうのは求めてない。もっといい感じのにして。 さすがにあの順番守ったりさなんか人間として正しいことはしようようんはあ本当に大変だな人間って何って人間って何だろう道徳を学べよなうん MC ワード見せてよ。えっとね。うん、これはちょっと見せられないね。<laughs> これは見せられないね。<laughs> 3種類ぐらいのものを本当にあのたくさん入れてる。<laughs> うんうん。正義表現について学べよ。 NG ワード人類をやろうぜ。なんて言われてんにゃや。ってめんどくさ。じゃあ、一種類だけ NG ワード決めといて、それでお前らが何て言ったかっていう、お前らが NG ワード何かってた、今日の NG ワード見つけたよーって。一回全部 NG ワード解除したなあかんっていう。くそめんどくさい。おもろねえよ。うんうん。面白そう。 NG ワード分かんないのに打ったらバンだよ。NG ワード打ってるやつはバンにしてないよ。ただ、NG ワードすり抜けて打ってるやつはたまにバンにしてるから、そこは気をつけてほしい。そうだな。そこはやめてほしいな。NG ワードのまんまでええやん。何か気に入らんのか知らんけど、NG ワードはセーフなんだって、まあ、一応セーフ。うん。 こういうやつなーって、うん、クソガキが増えた、本当に。そう、すり、あ、その、そうなんて。すり抜けるやつが悪意があるから、そういう風にしてんだよ。すり抜けるってことは嫌がらせをしてるんやっていう認識をするために。だからすり抜けてるやつは普通にバンしてんだよ。だからそれはやめようって話。OK? よしうんあのなんですり抜けようとすんの君 <laughs> あのねなんですり抜けようと今ちょっとあの冗談っぽく言ってるけどそういうのやめてほしいなっていうふうに僕感じてるんでねよろしくね順調だねバンするために配信するの楽しいわけねえだろうが。 うんうん。しょ。すり抜き扱いなのいや違うよ。そうそうなんよ。だからコメントで配信を楽しむんじゃなくてコメント欄で楽しんでるやつがマジで増えた。<laughs> そうするとなんか自分っていう存在がでもう概念だけでいいんだみたいになっちゃうよな。それは悲しいよな実況してるときに。 いいいじゃんいやさすがに実況見ろよ別に今はいいよねだからこれは言い方悪いけどなんかなもうおさも36なんやでうんうん配信が面白かったらならんやろじゃならんはずなのにな <laughs> 思んねえと思ってるなら出てけは <laughs> <laughs> よ、思んねえやったら出てけよ <laughs> ってなりますよ。<laughs> <laughs> 誰もいなくなる。<laughs> それはやめて。<laughs> 分かった、嫌でも,あのもつまんなくても思んなくても面白いと思ってみろ。穏 <laughs> やかじゃないねり難癖つけんじゃねえよ。言い訳すんな、おめえら。<laughs> 言い訳していいのは俺だけよ。 <laughs> うんうる、ん、せえよマンコーって失礼な男の人に <laughs> それはおかしいのだ <laughs> いきなり2,000人くらいいなくなったらどうすんだよえそれはおうね普通に <laughs> VTuber としてデビューするけど <laughs> うんうん 普通になってオープンレックからデビューするわそろそろ寝ようかなってそうだな今日は気分良かったしな <laughs> もう悪なってるやねえか <laughs> <laughs> まだ穏やかな方やわ <laughs> もう悪くなってるやねえかこれが本音やったんか <laughs> 早すぎーでもそんなもんねじゃんもう1時間半も喋ってんじゃん うんうんうおー深夜雑談が一番好きなんだよでそう深夜雑談はな本当に夜中の寂しいや,やつらが集まるからなそういう人の支えになればいいなってほんに本気で思ってたもん今も思ってるよな俺うん 今ははあって昔より思ってねえよ。はは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 はなんでおめえ NG すり抜けるやつらとか抱えてさ、昔より思えねえよ。昔はマジで純粋にそう思ってたわ。ひどいで、ごめんな。ひどすぎだろ。ごめん、人のせいにしたらよくないけど、おめえらが変えたんだよ。一部のゴミが。 うんうん。よいしょ。よいしょ。はい。いつまでも騒いでるんじゃないよ、クソガキ君、うん。消すよ。もう消したけど。<laughs> 祭り来たんだまだ言うてんねやで。一生言うてる。一生そうやってキャッキャ、キャッキャしで生涯終えるんやろ。一生やっとけ。 あでも俺の配信であんなもう機嫌悪くなってなんか言うこと聞いてくれあんのよなもうちょっとさすがに聞いてほしいよなうん無理って無理なんか何大会決まったって何大会って大会って何の話ですかうん え何何の話動揺を隠せてないねえ。しらじらしい。何の話これ <laughs> え何出回ってる何の話これえ俺なんか出んの嘘知らないんだけど。もう情報出てんの嘘 いやも大会は面白いでしょう,うんおいちゃんネットの嫌がらせに悩んでて開示請求かけたら会社の上司だったよ気まずいよアドバイスちょうだい <laughs> 普通に社長に報告したらどうネットの嫌がらせで開示請求をかけて判明したんですけど上司の○○さんでしたって言ってそれは上に報告するべきやろおめそんなことする上司まともなもんじゃねえぞ 嘘すぎて面白いよ本当なんじゃないわざわざそんなこと言うんやったら俺基本的に人が嘘ついてるってあんま思わんからな怪獣請求とか聞きすぎだろうってまあ本人にとっては深刻な問題やったんじゃないまあでも実際に会社勤めててそんなんでええって SNS でってどういうことやろ 意味のない嘘もあるからなあっていう困るね演技だったんだけどなあって、まあ、そういうふうにやってたらいつの間にかみてえな。うんネットの誹謗中傷は中学生と中年が多いらしいなあって中年に多いかっていうとどうかな、まあ。精神は間違いなく幼いやろうけどな。 俺でもしあんのに俺以下やぞお前らよくないそういじめっ子もいじめられっ子もないろいろ考え直さなあかん40代50代なんかでもさどっかのニュースであったんやけど60代やったか70代の年金暮らしの,あの老人の楽しみがネットのレス場みたいなさ <laughs> そういうニュースあったな <laughs> あのネットでレスバーすると生きているって感じがするみたいな <laughs> 終わってんなーで実際にはあった話らしいよ日本で <laughs> うんガチの老害だね <laughs> まあ暇やったらそうなるんかもな <laughs> 身内はマジで怖いよ確かにな身内からそんなんされてるって一番恐ろしいよな 確かに確かに犯人は安みていなもんや見えて涼しいあ暑い方やと思う一番怖いのは俺たちの世代がじじばばになった時だよって大丈夫ここを老人介護施設にするから今のうちにおめえらの介護の練習しとかな今入居者の選別してんねん <laughs> <laughs> そうそう今誰が入れるかって選別してあの生き残ってるやつらは入れんねん 周りの人に迷惑かけるとあかんからなその時お前死んでるよいでや生きてるから脳みそだけコンピューターにつなぐからうんうん DRV ってバーチャルになってな あなんか <laughs> ごめん、ちょっとか <laughs> なんか体調悪くなってきた <laughs> えきえ <coughs> <coughs>。タバコの吸いすぎか。すげえ、鳥肌がチキン肌がやばい <laughs>。プ,プツ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 って立ってくる。ごめん、ごめん、ごめん。息が戻ってきたんか。肺がやられてんだよって、なんかいいっぽいけど、お腹空いてんのかな そういえば飯食ってなかったな早く脳だけ取り出さないともう寿命を迎えそうで急ぎやん早く脳を取り出して AI にしないと繋ぐんだまだ早いまだ早いまだ生きるうんゼリー飲料とかなウィダーインゼリーとか一時飲みまくってたわ その箱狭くないかってめっちゃおならでそうで申し訳ございませんもう海洋性大腸炎って国指定の厚生労働省が定める難病なんですよだからみんなに届けこの思いしょぼかったなんか買ってきたさ打ち上げ花火がさ思ったよりさこうやって最後パーって咲くんかなと思ったらパンって終わっただけみたいなそんな感じになってる 海洋性大中炎って遺伝関係あるいや俺は糖尿の掛けやでないと思う「ケツ花火の話してよ」ではケツ花火はねまあ面白いと思って撮りましたね無収益でうん動画残ってる残ってるよニコニコ動画によかったら見てね ケツ花火みたいなのまたやってて一人じゃよやんねんあれやうん YouTube はなんで消されたのってうんなんか陳列剤わいせつ剤やったんじゃない誰かやってくんないかなってメス花火しようよって何噂のおエがあるつもりあのじゃあちょっと花火さすからって メス花火や38度の夏祭りこんな日はバチャカナル懐かしすぎるようんうん尻やけどしなかったのクソ熱かったよあれハードなプレイだに、ね「何その歌」で知らんのケツ花火見てこええから。 いやなんか面白いことがしたかで結局インターネットで面白いことがしたかったんだよないつまでたっても今だってそうなはずやなんか最近確かにたるんでんなそうか本当にそうか言うて試行錯誤の連続やったけどな <laughs> たるんどるでもうインターネット全体がそうなってるよな おいちゃんなんで最近シワ歌ってくれないのでゥでドでンリメンバーシワの数を数えるたびうんうん勝手に瞑想してるんでしょそうかもね糖質発動してたわいつまで数えてんだよシワばっかり今日でもなんかあの化粧水塗ってさ 風呂出てからさ化粧水塗ってさあの配信しようと思って鏡見たらあれシワが今日ないじゃん増えてく一方だしな、うん、何時だと思ってんだよ1時半クリーム塗ってんのまあシワがなかったらもう俺じゃねえようんまだ1時半かよでまあ2時ぐらいには寝るかな うんうん、優しい気持ちを取り返そうよでお前なんかこれ言われる気に入らんだらお前バンなお前ギンナンボーイズ貼るなよ著作権違反やろバン <laughs> は許したるわい,い東京って曲なギンナンボーイズのいい歌なんかなお前が好きなんやな 選曲が渋俺ギンナンボーイズってあんま知らんのよな実はうんうんあんまり知らないゴイステの方が世代なのそうやな古いよなもう一個前やんなえー、マジでいい曲だよって ソーヤングぐらいしか知らんかもでもごい子でもうんえー、っと難しいんだっけなちょっと待ってな お弾けるかもあでもちょっと弦絶対錆びてるわ変えてねえもんギターって弦錆びなきゃいいのになマジで VTuber みたいな曲やけどいい そんんなもん無理やって何か科学の進歩でなんとかなんねえのちょっと待ってな爪伸びてんじゃねえか久々じゃないあダメだ,めだ爪切らねえぞダメだ,めだよいしょ ワイプちょうだいよ、はいえー。まず爪切りを見つけるところから始めようか。アドも僕です ヤングじゃねえわ俺が知ってんのは俺が好きな愛しておくれ知ってる愛しておくれえー、知らんのごめんコメント見てないです <laughs> 知らなーい 髪の毛銀に染めようぜってんかブリーチしなくても脱色するやり方みたいな連絡来たよなそうだよなそういういろんな情報を知れるからなやっぱツイッターって便利だわえ言い訳って過去がねあるえーこうしてこうして こうしてこうしてめっちゃそう投下してる俺今日投下してるぜえ G? 待てよ

がチューニングしてなかったよまあいいや <laughs> 胸の奥の方がチクチク痛むんだ神様どうか僕の心を直してほしいと遠に ちょっと待ってちょ早い早い早い手紙を書こう電話をかけようけれども僕は嘘をつくだろうだからこうして歌うのさ声の限りに歌うのさ愛しておくれ

好きやったわこの曲 <laughs> いやいい曲なんよないいメロディーやんなこれうん歌下手やんいけどさ俺いいやいい曲やったな「愛しておくれ」うん知ってたんだ歌下手なのうんこんだけ言われてたやね <laughs> 長渕剛はシャララララランうんカラオケしたらうまいんじゃないのってい,いえ普通に下手ですあ歌下手ないんやっていうレベルのえ終わりえ終わり一曲だけよ、うんっぽるうまそうもうそのくだりやったやん 許してね恋心よ。慌たたた、立てたたタタられたの。唯一か、また、会いましょう。さよなら、そして、恋心よ。<laughs> <laughs> どう <laughs> うーん。 すっごいねですどういう意味で <laughs> AI に寄せてる <laughs> 確かに。<laughs> そうかも。AI の俺に寄ってだ。AI おいちゃんが歌う。今日は割と合ってる方やった。ほんまにか。歌うまい日か。ビブラートとか使えなさそう。う,ーうーん。 いや使えるよー <laughs> うんうん。滑りましたね。はい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 、滑りましたよ。ドッピオかよで。スプラしないのしないですよ。<laughs> ちなみに今のは、あの、よい子っていうお笑い芸人知ってるか分かんないんですけど、昔ずっとそれやってました。 <laughs> 一時それが受けてずっとそれやってたよい子が <laughs> うん売れない芸人みたいだね良よい子も消えたねってやっぱグループは仲良くあってほしいからな <laughs> みんな知ってるへえー、知らんだもう 2, 2行で矛盾すんな <laughs> よい子は知ってるけどそのギャグは知らないよで <laughs> まあちょっとマイナーなんかもしれん <laughs> おいちゃんゲームセンター CX 知ってる俺ねゲーム実況者のくせにあんまり詳しくないのよ <laughs> せやね <laughs> 実は食わしないっていう <laughs> うんそれがゲーム実況の元ネタやったっていうのは聞いてるんやけどな見てなかったんやなんかつべでさそうそう解禁されたらしいな「<laughs> 見ようよ」で見るべきかなそう YouTube 公式で上がって早速受けてるみたいな 見たことねーやーでメトロイドとかマリオ3とか見てた課長はサロメとコラボしてたぞーってえどなんかまあ両方得するか <laughs> うーんじゃあ見ないわいまだにおめら VTuber 目の敵気にしてんの古いって VTuber 様に逆らうんじゃねえよ 前やろうん僕は多分10年後も言ってそう自分が VTuber になってもうんはあ VTuber 消えても言ってんだろ言ってんのかな <laughs> おえちゃん VTuber とかいつの話してんだよでも V がさおめえおめえらと米なんと変わらんように <laughs> 一生言うてるそのこと <laughs> うんまり目問題みたいになって何 <laughs> 最近 VTuber 好きになっちゃったあどういうところがいいんだよ言ってみんよよ別にお前俺 VTuber のことはいろいろネタにはしてるけど別に好きになるやつがいるて好きな人がいっぱいいるってのは分かってるからね <laughs> タヌカナも V 叩き見たーって知らねえタヌカナって VTuber 嫌いそう憎んでそう <laughs> ゲーム実況に美人とか可愛いとか求めてないやってそういうの求めてる配信はあの美人がワイプでけえからうんうんまあ可愛かったら顔出してるみたいな話たまにあるけどまあそうかもしれんしな実際 <laughs> ウェザーニュースの話あの平均10万回再生されてたえ檜、ー、山さやちゃん の動画が今あの繊細性いってないらしいんで皆さんねあの恋人が発覚したってだけでこんなことになってしまうんやでうんすごいな本当にそんなんなんのってそんなもんよ結局そういう印象なんやろなだからどういう目でその人を見てるかよ本当に俺も好きな VTuber がさ恋人発覚したら多分見なくなるわ <laughs> って思ってるってことはやっぱり俺恋人が仮にできたとしても絶対だなってくべきやな、うん、でもおめえら女じゃねえしな彼氏の揚げ足取りひどいよなマジで人気なくなったのみたいねまあそんな100分の1っていうのも変更コードで揚げてすぐがどうこうとかいう話だと思うけどそういうのよくあるからな別にいいよ いしょだってよひでえぜ俺さこの前さ今日やったかにさエゴさしたんやって実はその時にさあの昨日の配信多分ね僕1時ぐらいに始めて最終的にまあ僕ここのランキング見てさ何人が見てるかって把握したんやけどさ1800人が見てたんやって途中で思ったんやってそしたら多分始まって間もない時間やけど「おえちゃんどうせ切っててワロた」って言われてたもんか いやそいれや800人おったやんっていうそういう捏造な広げてんじゃねえよって多分なあの始まってすぐにあのそれをカウントしてるみたいなやつがおんねんだからどんだけでも変更報道ってできんねんそれ始まったタイミングじゃねえのって思いながら気にしてんのかそういうので噂広がんねん数字気にすんなって俺気にしてないやん嘘つかれてるのを気にしてんねやんなあそういう変更報道な 見ちゃったのよでもそれでハリネズミの話見つけてこれは面白いなと思ってすぐに NG にしなきゃそうしよううんうんうん気にすんのか気にしないのかはっきりしろよで俺が気にすることないけどだからお前らも気にすんなって話おめらが気にしなかったら気にしねえよ うんうん、線切った時の自分の首を絞めたねそりゃそうだな切るやろなあいつか <laughs> うんうん気にするわけないじゃんまあ確かになもともとお前500人とか700人とかずっと経験してんねやでちょっとずつちょっとずつそうやってな <laughs> 後から見て勢いあったなあとか 正直たまーにちょっと見えないようにしてるけど見てみようかなって言ってみて <laughs> 今日勢いあるなーみたいな <laughs> それでちょっとずつちょっとずつ今,今日いいじゃんそうだなああったな一1万超えたらすごいって思うけどあ一1万超えたらすごいって言えばさありがとう何だったっけ 喋ればアスペ黙ればコミュ障慌てる姿はパニック障害のツイートさ一万いいね超えてたな万抜してたぞそうそうそう超えてる一万で。てうんうんおえちゃんが追消しさせたことになってるやつねどっちなのな審議はパクツイじゃんってえ <laughs> なんでもありやんよかったねでまあよかったんかどうかは知らんけど <laughs> パクツイのパクツイ帰ってきたい <laughs> あいつ鍵にしたぞお前のせいで <laughs> 盗っと竹だけしいわ <laughs> 謝罪鍵にしてたから謝罪鍵にして謝罪してたなんかそ,そんな気に合うことないよよくあることやからごめんな俺が声でかくて騒ぎ立てて <laughs> 俺が泣き寝入りしとけばそれだけで済んだのにちゃんと謝るなんて偉いじゃねえか いいねありがとう2,000いいねありがとうみたいな臭いやつ見たかったよ絶対よしや性格的に <laughs> 俺の性格ではしあんなでも今日さそうなんやって俺珍しかったんがさその本当に面白くてよその道徳ビデオがちょっと初めてやと思うよ自分のやったこの再生位置みたいなの指定してツイートしたんうーんそうそうこれはちょっとね後世に残したいなって 伸びようとしてるねまあそうかもなでも面白かったもんやっぱり見てほしいよ「ノベルは毎回やってくれよ」でハサミもすりゃよかったな <laughs> 今回の作品は何点なのって50が全然 OK なラインな今日のゲームは俺ねマジでね80より余裕で上やわマジでおもろかった うん、うんうんうん DM って何送ればいいの別に送らなくていいよ <laughs> その <laughs> 別に大丈夫ありがとねうんうんう気持ちだけ受け取っとくからなうん なんで解放してんだよってやっぱゲーム実況するね雑談配信者としてねこれねある方が正直助かるてかなもうアホなストレスためんのやめんねん俺 <laughs> そうやって自分を縛り縛りって苦しめる <laughs> ちなみに本当に連絡返してないですそれはねなんか見てああちゃんと需要あったんだって安心してる <laughs> うん <laughs> <laughs> あの口を揃えて嘘とか言うのやめなこんなとこで嘘つかない <laughs> 女のためってはっきり言ってくれれば許すのに <laughs> マジで今はそのつもりはないけどそういうの着てあ俺ってモテるんやってあんねを取り戻すつつはある。 今はってうん将来的にはわからんでな何も返してねえからうんうん解放してない期間ですら DM 覗きに行ってたような人間だからなお前なんでそういう嘘つくのまずあの解放してなかったら見れないのねすでに既存のメッセージを送ってる人しか。 で今日,久々,昨日か久々に見てさその70何件ぐらいブワーって来てたんやっていうその遅れなくなるギリギリにあーなるほどな今日久々になんて本当にさ1ヶ月ぶりかうんうん1ヶ月も二2週間以上経ってんな テンンション下がってないって別にテンション下がってねえよ今俺ずっと愛しておくれ流れてるもんまあ今日は早起きだったしなお前らも道徳ビデオ見てねえやつは見とけよんえんサボりすぎてそんなサボってるか俺裏であさりすんだろういや今日疲れてるからアクションゲームしない これマジ？うん,うん。えー、よしじゃあちょっとご飯食べるか寝るかしますか？また近いうちにね。皆さんお会いできたらと思いますよ。ありがとうございました。では、さようなら。いい夢見ろよ。おやすみ。また、ね。